クルブ・デポルティーボ・ウニベルシダ・デ・サン・マルティン・デ・ポレスはペルーの首都リマに本拠地を置くサッカークラブである。2004年サッカークラブとしてはペルー初となる株式会社として創設された。前年にセグンダ・ディビジオンで優勝してプリメーラ・ディビジオンに参戦する予定だった CS コープソルの昇格権利を買い取り創設初年度からプリメーラ・ディビジオンに参戦した。 豊富な資金力で有力選手を数多く獲得し、2007年にクラブ初の年間優勝を果たすと、2008年には2連覇を成し遂げた。クラブ名はリマにあるサンマルティンデポレス大学に由来している。アペルトゥーラ2004の成績はひどいものであり、勝ち点10しか獲得できずに14クラブ中最下位に終わった。しかしクラウスーラ2004では勝利を積み重ねて、 勝ち点47を獲得し、前後期の通算では、勝ち点57で12位となった。2005年シーズンは、まずまずの成績で5位となり、コパスダメリカーナの出場権を獲得した。2006年の同大会では、コロネル・ボログネシ・ FC との予選で敗退したが、ホームゲームでは、国際大会での初勝利を挙げた。同年のリーグ戦では、前後期の通算で6位となり、 国際大会の出場権は獲得できなかった。アペルトゥーラ2007では、クスコで行われた、シエンシアーの戦に勝利し、初のステージ優勝を果たすとともに、コパリュベルタドーレス出場権を獲得した。クラウスーラ2007では、上位6クラブに残れなず、優勝プレイオフに向けたチーム状態は、満足いくものではなかったが、クラウスーラ覇者のコロネル・ボログネシ FC もまた、 アペルトゥーラでのチーム状態は満足するものではなかった。年間を通じての成績が良かったということから優勝プレイオフが行われずにサンマルティンが年間王者となった。2008年にはコパリベルタドーレスに初出場し CA リーベルプレートやクラブアメリカに勝利するなど前線したが結局はグループリーグ再開で敗退した。2009年の同大会では CA リーベルプレートナショナルモンテビデオクラブナショナルと同組となったか2勝2分2敗の勝ち点8で6試合を終えペルーのクラブとしては2004年以来となるグループリーグ突破を果たしたラウンド16ではグレミオフブパに2試合合計1から5で敗れた2010年12月12日エスタディオモヌメンタルで行われたレオンデワヌコとの優勝決定戦に勝利し 三度目の年間優勝を果たした。2012年2月20日、スポーツ面以外の問題のために、地元の大会やプロとして望む大会から撤退することを発表した。3月14日、それらの大会への復帰を表明した。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。AB 全十四クラブ全十三クラブハット AB 全十二。 クラブハット ABCD レギュラーシーズンは16クラブ、リギージャは8クラブ、レギュラーシーズンは16クラブ全16クラブ。ありがとうございます。